スプリングフィールドはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の50番艦。艦名はイリノイ州及びマサチューセッツ州のスプリングフィールドにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド休憩巡洋艦12番艦以来4隻目。本艦以前のスプリングフィールドはそれぞれ命名の由来が異なる。 スプリングフィールドの建造は1986年3月21日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され1990年1月29日に寄港した1992年1月4日にリン・マーティンによって命名浸水し1993年1月9日にリチャード・ケイフォード艦長の指揮下収益した スプリングフィールドは、グロトンの海軍潜水艦基地を母港とする。2004年中頃にスプリングフィールドは、エレクトリックボートで広範囲オーバーホール及び近代化改修を開始した。通常の定期メンテナンス及び補修に加え、新型の火器完成装置、ソナー、ミサイル発射装置及び通信装置、リングレーザージャイロ完成後方システムが装着され、 隠密行動性の改良と機関室の改良が行われた。回収作業は2005年12月に完了した。スプリングフィールドは2006年9月から2007年3月までタイテロ戦争の支援活動に従事した。2007年5月時点でスプリングフィールドは維持及び近代化作業中である。スプリングフィールドの現在の艦長はジョン・ P ・ニルズ中佐である。2007年時点で スプリングフィールドは海外へ7回展開しており、2度の舞台賞及び戦闘効率賞を受賞している。2003年にはアーレーバーク艦隊トロフィーを受賞し、近年も同賞にノミネートされた。また、スプリングフィールドは広報、エンジニアリング、医療、補給、ダメージコントロール、デッキシーマンシップなど様々な面で多数の賞を受賞している。ありがとうございます。